謎解き。脳の体操として最適なひらめき問題が全部で5問、おまけ問題付きです。では始めましょう。第1問、ハテナに入る言葉は何でしょうか。正解は印鑑でした。左辺をひらがなに変換して左右入れ替えて、さらに運を2つ入れ込むと右辺の読みになるので、ハテナに入るのは印鑑となります。第2問、ハテナに入るひらがなは何でしょう。正解は時でした。時間の単位の頭文字を右深い方から順に並べています。よってハテナには時が入ります。第3問、仲間外れの漢字はどれでしょう。正解は子でした。子以外は左右対称になっています。第4問、答えは何でしょう。
正解はちまきでした。最初の漢字をひらがなに変換して五十音表において指示通りの位置にあるひらがなを順番通りに読むとちまきとなります。第5問、ハテナに入る数字は何でしょう。正解は2でした。左辺をひらがなに変換した時の線で囲まれた部分の個数を表しています。よってハテナは2となります。おまけ問題です。ハテナに入るのは A から C のうちどれでしょう。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。